皆さんこんにちは、ピカリンこと椎名ひかりです。マナミンこと平木まなみです。諸島恵美です。今日はですね、ひかりの大好きなぷよぷよクエストをマナミンと恵美ちゃんになんとなんと伝授しちゃいたいと思います。ぷよぷよクエスト、ピカリンの入門講座。それでは早速クエストに出発したいと思います。レディーゴーっていうことで始まりました。かわいい。かわいいですよね、キャラクターも。なぞって消すんですね。なぞって消して連鎖をするんですが、同じ色のぷよを4個つなげると消えるっていう仕組みです。ここでポイント1。ぷよぷよクエストの基本はなぞって消して連鎖。ぷよをなぞってぷよを消してどんどん連鎖させましょう。ピカリンたちは上手にできるかな。じゃあもうちゃんと考えて、これも頭使うって感じ。頭使うね。でも結構頭とかそんな使わないで気軽になんかピシャってやってガーって連鎖できたり、頭使ってやった方が逆に連鎖できなかったりとか。あ、そうなんだ。そう、これ気づきました。気づいちゃった。この光ってるぷよはなんとですね、これ消すと大連鎖チャンスになるんです。ここでポイント2。大連鎖チャンスは相手に大ダメージを与えるチャンスです。ヒントを頼りにぷよを消して大連鎖を成功させましょう。全消しできれば気分爽快。強力な攻撃でやっつけましょう。ちょっとじゃあ、見たい大連鎖チャンスに行っちゃいたいと思います。見たい。こういう感じで、あ、白消えた。めっちゃ、すごいすごい。おー、あります。画面が変わった。10秒なんだ。そう、10秒以内にやらないといけなくて、間違ったところやると全然消えなくて、すっごいもうなんかもうあのすごい嫌な気持ちに。全消し、今全消しできました。全消すると超気持ちいいです。なんかこの紫光ってる。本当だ。気づきましたか。これはですね、あのクルークが光ったんですけど、これはスキルが発動できるよっていう証拠なんです。スキル。ここでポイント3。キャラクターのカードが光ったらスキルを使うチャンスです。キャラクターごとのスキルをうまく使って対戦を進めましょう。やってみちゃうね。スキル発動しました。そうするとやっぱあの相手に結構一気にダーンとダメージを食らえられるんです。かっこいい。いきます。さっきと同じように消していきます。1、2、3、3、3、これで勝ちました。こんな感じの結構簡単な楽しい爽快ゲームです。楽しそう。したい。それではぷよぷよクエストの基本が分かったところで、マナミンとエミちゃんにも遊んでもらいましょう。続いては今回最年少の諸島恵美ちゃんが挑戦。待って、恵美下手くそかもしれない。どうしよう。いいや、これで。消したいところ消せばいいと思うよ。おお、ほらほら、すごい。あ、やばい、超
やりたい、これ。そしたら紫を消すからここのゆ…うんな…うんと…あー、あ、あ、いけるいける。おー、大連鎖チャンス。いや、だったり3個、頑張れ、頑張れ。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、これ。おこれで倒れたかな。やったね。クエストクリア。はい、それではぷよぷよクエスト、実際にやってみてどうでしたか、まなみ。ほんと楽しかったです。思ってたより、はい、結構簡単になぞって、ポン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 消えていったりしてくれるから、まあ、それが快感で快感で爽快でした。エミニーはどうだったかな。なんかレースはうまくいかなかったんだけど、ちゃんと練習したいと思った。練習したいと思った。もうそれはもうぷよぷよの魅力にハマっている証拠ですな。がっつりハマりました、ぷよぷよ呪縛に。でも楽しんでいただけて光も幸いでございます。皆様にもぷよぷよクエストの楽しさは伝わったでしょうか。きっと伝わりましたね。ということで皆さんも一度やったら絶対ハマってしまうと思いますので、ぷよぷよクエストやってみてください。それではまたねー。ぷよぷよ